ドナルド・トランプの大統領就任式に出席するファーストファミリー。左からドナルド、メラニア、ドナルド・ジュニア、バロン、イバンカ、エリック、ティファニー、そして先制挙行者のジョン・ロバーツ最高裁判所、長官。トランプ・オーガナイゼーションの所有者で第45代、アメリカ合衆国大統領であるドナルド・トランプの家族は、不動産、エンターテインメント、実業。 政治で活躍する著名なアメリカの家族である。トランプの肉親者は2017年1月20日に彼が大統領に就任したことによってアメリカ合衆国のファーストファミリーとなった。彼らはドイツを起源とする広範なトランプ家の末裔である。ドナルド・トランプの母のマリーアン・マクラウド・トランプはスコットランド西海岸沖ヘブリティーズ諸島のルイス島出身である。 トランプは3度の結婚で5人の子供を設け、10人の孫がいる。イバナ・トランプ・ドナルド・トランプの最初の妻である、イバナ・マディ・トランプは、1949年2月20日に、チェコスロバキアのズリーンで生まれた。彼女は元ファッションモデルで、実業家である。二人は1977年から1992年まで、結婚していた。イバナ・トランプは、 トランプオーガナイゼーションで重要な役割を果たしていた。彼女は会社のインテリアデザイン部門の副社長となり、トランプタワーのシグネチャーデザインを主導していた。さらにその後はドナルドからトランプキャッスルホテルカジノの社長に任命された。彼女は1988年にアメリカ合衆国帰化市民となった。マーラメ・メープルズ・ドナルド・トランプの2番目の妻である。 マーラ・メイプルズは1963年10月27日にジョージア州ダルトンで生まれたドナルド・トランプとの結婚時にすでにアメリカ国籍を持っていた唯一の人物である彼女は女優テレビパーソナリティである二人は1993年から1999年まで結婚していたメラニア・トランプドナルド・トランプの三番目の妻であるメラニア・トランプは ユーゴスラビアのノボメストで生まれた。彼女は長年のモデルのキャリアを持っており、ドナルドが大統領に就任したことにより、ルイーザアダムズに続いて史上二人目となる外国生まれのアメリカ合衆国ファーストレディとなった。二人は2005年に結婚した。ドナルド・トランプは三度の結婚の中で子供を五人、儲けた。イバナとの間にドン・ジュニアとイバンカとエリック。 マーラとの間に、ティファニー、メラニアとの間に、バロンが生まれた。イバナとの子供ドナルド・トランプは、最初の妻であるイバナとの間にドナルド・ジュニア、イバンカ、エリックの3人を設けた。2016年の選挙前に、兄弟たちはそれぞれトランプオーガナイゼーションの副社長の地位にあった。キャンペーン中に、彼らは全国的なニュース番組で、父の代理を務めていた。 ドナルド・トランプが当選すると3人は政権移行チームに加わった。大統領就任後はドナルド・ジュニアとエリックは一家の不動産帝国を引き継いだ。イバンカはホワイトハウスの上級顧問に任命された夫のジャレット・クシュナーと共にワシントン DC に移った。ティファニー・トランプティファニー・アリアナ・トランプはドナルド・トランプとマーラ・メープルズとの間に生まれた唯一の子である。 2016年に彼女はペンシルベニア大学で社会学と都市研究を学んでいたために当初はキャンペーンにほとんど参加しなかった。卒業後すぐに彼女は2016年共和党全国大会で父親を支持する演説をした。バロントランプバロン、ウィリアム・トランプはドナルド・トランプの末っ子であり、彼とメラニアとの間に生まれた唯一の子である。 メラニアは2001年3月にアメリカ合衆国の永住権を取得し、2005年1月にドナルドと結婚した後、2006年7月に市民権を得た。ドナルド・トランプには10人の孫がいる。ドナルド・トランプ・ジュニアとその元妻のバネッサとの間には、娘のカイ・マディソン、クロエ・ソフィア、息子のドナルド・ジョン3世、トリスタン・ミロス、スペンサー・フレデリックの5人が生まれている。 イバンカ・トランプとその夫のジャレット・クシュナートの間には、娘のアラベラ・ローズ、息子のジョセフ・フレデリックとセオドア・ジェームズの3人が生まれている。エリック・トランプとその妻のララとの間には、息子のエリック・ルークと娘のキャロライナ・ドロシーが生まれている。ドナルド・トランプの父方の祖先は18世紀ドイツのプファルツ地方にある村のボーベンハイム・アムベルクにまで遡ることができる。 1768年にボーベンハイムで生まれたヨハン・トルンプはカルシュタットに移り、そこで1869年に彼の孫でドナルド・トランプの祖父にあたるフレデリック・トランプが生まれた。このドイツ系の血筋はドナルド・トランプの父のフレッド・トランプによって長年隠されていた。 フレッドは10歳まではドイツ語を話す環境で育ったが、第二次世界大戦後から1980年代までは自身をスウェーデン系であると触れ回っていた。ドナルド・トランプも次女、トランプ自伝不動産王にビジネスを学ぶなどでこの話を繰り返していたが、後に彼はドイツ系であることを誇りに思うと述べ、1999年のニューヨークのジャーマン・アメリカン首都イベンパレードの グランドマーシャルを務めたフレッド・トランプ C1950 フレッド・トランプ・ドナルド・トランプの父のフレッド・トランプはニューヨークで生まれ地元で不動産開発業者として成功を収めた。相続財産を利用しフレッド・トランプと彼の母のエリザベスは1927年までに E ・イートランプ &3 社を設立した。同社はクイーンズ区の1個だけ住宅 東海岸沿いの主要な造船所付近にあるアメリカ海軍人向けの弊社とガーデンアパート、市内の2万7000部屋以上を建設及び管理するまでに成長した。トランプは1954年にアメリカ合衆国上院、1966年にニューヨーク州の AD 委員会による調査を受けた。1 9 7一年にドナルド・トランプが父の不動産会社の社長に就任し、 1973年頃にトランプオーガナイゼーションに改名された。同年に、不死は公正住宅法違反の疑いで、司法省の公民権局から訴えられた。1970年代半ば、ドナルドは父から1400万ドルを超える融資を受けた。ドナルドは大統領就任までトランプオーガナイゼーションの会長兼社長を務めていた。 マリーアン・マクラウド・トランプマリーアン・マクラウド・トランプは、スコットランドの西部諸島のストーノーウェイ近郊の、小村であるトングで漁師のマルコム・マクラウドと、マリー・マクラウドの間に生まれる。17歳の時に所持金50ドルで姉妹で、アメリカに移住し、ニューヨークでメイドとして働き始める。マリーとフレッド・トランプは、ニューヨークで出会い、1936年に結婚して、 クイーンズクに定住する。1942年にマリーは1942年にアメリカ市民権を得た。2008年6月にスコットランドを訪れたドナルド・トランプは私はスコットランド的な感じがすると発言した。フレデリック・トランプ1885年、当時16歳であったフリードリヒ・トランプはプファルツ州カルシュタットからアメリカに移住した。 1892年にアメリカ市民権を得た際にフレデリックに改名した。クロンダイクゴールドラッシュ時代に彼はベネットとホワイトホースでレストランやホテルを開業し近代校舎向きに商売をして財をなした。一部の電気作家はこの事業には買収宿も含まれていると記述したが、ドナルド・トランプはそれに関しては完全に間違っていると主張した。 フレデリック・トランプは1918年にスペイン風邪の流行によって亡くなり、その遺産は妻と息子に相続された。ハインツの創業者であるヘンリー・ J ・ハインツはフレデリックのまたいとこであり、同じくカルシュタット出身である。エリザベス・クライスト・トランプ・ドナルド・トランプの祖母である、エリザベス・クライスト・トランプは1880年に生まれ、1966年6月6日に亡くなった。 エリザベス・クライストの名で生まれた彼女は1902年にフレデリック・トランプと結婚し、共にアメリカ合衆国へと移住した。彼女は夫と同様にカルシュタット出身であり、フィリップとマリー・クライストの間に生まれた。フィリップ・クライストは、ヘッセン州フレイルスハイムのヨハネス・クライストの子孫である。エリザベス・クライスト・トランプは、オルガン製造者のヨハン・ミヒャイル・ハルトゥングの父方の 祖母であるサビーナ・クライストの子孫でもある。マリアン・バリーはドナルド・トランプの姉である。彼女は第三巡回区連邦交差裁判所の上級裁判官であったが、弟の大統領就任後の2017年に活動休止し、2019年に引退した。フレデリック・フレディ・クリスト・トランプ・ジュニアは、 ドナルド・トランプの兄である。1981年9月26日に心臓発作により42歳で亡くなった。エリザベス・トランプ・グラウはドナルド・トランプの姉である。1989年に彼女は映画プロデューサーのジェームズ・グラウと結婚した。彼女はチェース・マンハッタン・バンクで管理補佐として働いた後退職してフロリダ州に移った。ロバート・トランプは ドナルド・トランプの弟である。彼はトランプ・オーガナイゼーションのマンハッタン郊外の不動産を保有するトランプマネジメント社の経営幹部であった。彼はバージニアを拠点とするセルティペラックスの共同所有者であるシャーット LLC の投資家であり、2019年に3300万ドルの政府契約を得た。ロバート・トランプは1980年にブレインビアードと結婚したが、 2009年に離婚した。彼は2020年初頭に長年秘書を務めていたアンマリー・パランと再婚した。彼は2020年8月15日に亡くなった。ニューヨーク・タイムズが見によると彼は前年秋から脳内出血を起こしていた。ドナルド・トランプの父方のおじであるジョン・ジョージ・トランプは電気技師、発明家、物理学者であり、 回転放射線治療の開発者として知られる。また、ロバート・ j バンデ・グラフと共同で最初期の100万、ボルトの X 線発生装置を開発した。彼は、ロナルド・レーガンのアメリカ国家科学賞を受賞者である、他、全米技術アカデミーの会員でもあった。ドナルド・トランプのいとこであるジョン・ W ・ウォルターは、父、フレッドの姉のエリザベス・トランプとウィリアム・ウォルターの、息子である。 彼は、生涯のほとんど機関で、トランプオーガナイゼーションで働き、トランプマネジメント社の副社長を務めていた。彼は、オールカントリービルディングサプライアンドメンテナンス社を、ドナルド・トランプ、マリアン・トランプ・バリー、エリザベス・トランプ・グラウ、ロバート・トランプと共同で所有していた。ドナルド・トランプの名であるメアリー・エル・トランプは、臨床心理学者、実業家である。2020年に、 トランプ家の内情を暴露した次書、世界で最も危険な男、トランプ家の暗部お名が告発を出版したことでも知られる。ありがとうございます。